はい、こんにちは。肉、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 うなぎ、肉、おすす、おすす、お作り、普通のお作りちゃいますぜ。丸太産本マグロ、トロ入りキハラマグロの平盛りですぜ。それが、赤坂、ベルコラソなんか TikTok でね、なんかカラオケ機能がつきました言うて、どういうこっちゃよね、歌いたいな。これあれですわ、ハイボールの残り、ハイボールの残りを酒で割る。酒もおませんねん。もう何本おませんねん。ええ、酒飲みすぎちゃうか、ちょっとおっさん。何があったんか知らんけど、酒飲みすぎちゃうか、ほんま。うっす。酒でごまかしとったらあかんだよ、ほんまに。それが、赤坂。でね、もうこれに味しめてね。お姉ちゃんご丁寧に袋入れてくれて、袋入れんでええねん。袋代もったいねん。いっぱい持ってきた。味しめた。覚えた、これを。醤油、わさび、生姜まである、生姜。しょうがない。おっさん覚えたよ。やっと。買い物歴30年にしてやっと分かった。っていうか、最近なんかもしれんね。最近いうか、ある時から急になんか、なんちゅうの、こういう、お寿司とかに、あれがつけへんのだったもんね。わさびとか、お醤油が。だからその時期からこうやって別で持って帰っていうことになっとったやろね。そうとはいざ知らず。超うまそうじゃないですか。どんだけ贅沢やん。どんだけ贅沢やねん。いただきます。いただきます。マグロから呼ばれよ。ハモ入りとか言ってるよ。これハモか。っていうか歯入れてない。もう歯入れてなかったらほんま食べられないなって思ったもん。えらいこっちゃ。ほんまお気軽に先生抜いてください、いいですよってやったらえらい目に遭いますよ。ほんまに歯は大事や。抜いたらあかん。入れたらエッチもちゃう。それが邪魔くさい。部分入れば2個まではね、入れてのっても全然食べれてますね。もう3個目抜いたんかね、結構大きく抜いたんかな、それか塩の場所を抜いたんかな、よくわからんけど、それからほんま食べられへんようになった。歯は命ですよ、ほんま。小学校の時ね、歯が健康な歯言うてね、おふくろと親子で健康な歯いうことで、おふくろと私がね、表彰状もおったんですよ。そこまでは良かった。中学高校も全然虫歯なかった。働き出してから
20歳過ぎてから急に虫歯ができてきて、でそれの治療、この話何回も言うてんね、治療してくれた先生がもう今更二郎やけども、おとろしい先生でね、そういうことだいぶ抜かれた、だいぶ銀歯入れられた。あの先生はほんま素人ながらにもほんまやぶやと思うわ。そのお付き合いでね、うちのお店の上が歯医者やったんですよ。だからお付き合いで歯医者行っとったんやけど、まあ下手くそ。ほんで高い。お上品な先生やったけどね、なんせ三兄弟で全員歯医者、三男坊が私のとこのお店の上で歯医者やってやって、でお父さんも歯医者やったで、お父さんのお葬式行きましたよ。キリスト教やった。従業員の看護服は透けとるしね。だからもうパンツの肩もピッピシッついとって先生の趣味やん。看護師もちょっと変わった子多くてね、ある日なんか見違えるほど可愛いなって子がおって、えらいべっぴんになったなぁ言ったら、わかりますわかります嬉しそうに、わかりますわかりますって言った答えにしましてみたいな、ちゃんぽん、私ちゃんぽん酔いますねん誰のまねん、若い頃はちゃんぽんしたら酔うとかね、よう言いましたよ、ほんまに酔うんかな、あんまし関係ないよね、今となっては、要は飲みすぎでしょ、知らんけど、ちゃんぽしたら酔うやんちゃんぽんやん、普通ね、普通ちゃんぽんして飲むんちゃうの、知らんけど、私は言うても昔はもうビール一本やった、一本ややったからね、もうずーっと瓶ビール飲んどった、生なんか飲めへん、瓶ビールばっかり、生飲む人は邪道とまで思っとったからね、いつも瓶ビール。生好きな人って多いですやん、結構。私は瓶ビール派。いや、生は好きやったけどね。生でないと無理やったけどね。もうあのその感覚も忘れたん、歯も残してまんねん、これ
歯も味わおう思って。歯も味わうとこ見てもらおう思って。いただきます。うん、分からん、思ってるハモとちゃう。さてもうまさんねん。あ、心臓痛い、マジで。うん、マジないやん。せいこちゃん、今ね、ほんまになんじゃかんじゃややこしいんですけど、なんちますの、返事が早いことをレスポンスが早いって言うんですかね、言うんですかね。私ね、私はレスポンスめっちゃ遅いんですよ。そんな自分ができるときにゆっくりしたらええやっちゅう感じなんですけど、それは前って遊びですやん。遊びの遊びっていうか、1ミッターラインとかやったら別に早く返さんでいいですやん。で、仕事は別ですやん。仕事はね、早く返さなあかんというか、早く返しますやん。けどね、レスポンスの遅い人がおんねんね。非常に。それやっぱかなんね。仕事はやっぱりかなんもん。仕事は早くしてほしい。待ってる身はしんどいですよ。忙しいんかなんか知らんけどね。仕事は早くしようよ。レスポンスはね、知らんけど。人のこと言われへんけど、私は遅いから。けど遊びやからね。遊びの場合は遅いよ、確かに。っていうか、ながらスマホ絶対せえんし。だから、仮にチャリング乗っとってね、LINE とか来たらピコーンとか言いますやん。とかなんか、インスタにコメントが来たらピコーンとか言いますやん。けど、まあ、気にはなるけど、ああ、なんか来たなって思うけど、そんな見ませんやん、いちいち。その家帰ってみるとかね、電車に乗った時見るとかね、したらいいことですやん。電車で電話になって、あ、今な、電車乗ってんねん。だからちょっとまた後で電話するわ。それ、出んでええやん。電話なっても出んでええやん、みたいな。それが親切って思ってんねんね。今な、俺電車やねん。だからちょっと後でかけ直すわ。いや、それ出んでええやん、別に。なんで出なあかんの、みたいな。えらい世の中やね、ほんまに。それがレスポンスが早いって言うんでしょ。そうやって俺今電車やねんとか言えちゃん、そこは電車やったら電でええやん。いや知らんけど、いやいや電でええやろ別に。はい、っていうことで、明日ちょっと朝早いんすわ。明日も超忙しい。明日、明後日、しあさっても超忙しい。超忙しいのに、もう難儀なことがもうぐわー来て、もう、俺もう63やで、みたいな。
なんか助手というか分身がやってほしいわ、っていうことで失礼します。いつもすんません、いつもほんますんません、大きにすんません、失礼します、大きにすんません、失礼します。チャンネル登録してね。チャンネル登録お願いします。